こんにちは、ブルホスです。今日は苦手を克服するためのヒントになる動画をお話ししていこうと思います。どうです?皆さん苦手なことってありますかね?僕はね、細かなチェックをすることと絵を描くことっていうのが大の苦手です。はい。だから資料作成なんかっていうのも大嫌いなので、バーって作るんですけど、大体差し戻しを食らうケースっていうのが非常に多い。これはもう性格的な問題なので、どうしたらいいんだろうなっていう悩みを抱えている、そこのあなた。僕の話だったんですけどね。はい。今日は苦手を克服するのは人生短すぎるよっていう話をしていきたいと思います。まあ人生短いですよね。それはそうですよね。宇宙ができて150億年、地球ができて46億年という歴史の中で、たったね、100年しか生きない我々からしたら人生って短すぎるっていうのは言い切れると思うんですよね。で、ウォーレン・バフェットさんっていう人の名言が今日は、引っ張ってきているんですけど、何かというと、まあ、世界有数の投資家ですよね。今何兆持ってるんですかね。何兆という資産を持ってる人なんですが、成功の名語録っていうところから今日は話を2つ紹介したいと思います。で、成功っていうのはどういうことかっていうと、まあ、飛び越えられるであろう30センチのハードルを探すことに精を傾けたからであり、2メートルのハードルをクリアできる能力があったっていうわけじゃないっていうことなんですね。つまり成功するためには、その目の前にある皆さんが成し遂げたいことを達成するために注力するからこそ頑張れるんだぜと、そもそも持ち合わせている能力云々じゃなくて、頑張ったかどうかなんだっていうことなんですよ。それから自分の能力っていうのは、自分の能力に目ぼしいものがないからといって、むやみに輪を広げることをするのではなくて、だから何でもかんでも、例えば自分には魚釣りの才能しかないけど、じゃあ運転技術を磨いたりとか、それから何だろうな、料理を作る能力を磨いたりとか勉強したりとかっていう風に、いろんな風に輪を広げていくんじゃなくって、その魚を釣るという能力の才能を開花する、あるいはそれが引き立たせることができるような場面をじっと待つっていうことが大事だっていうお話をしてるんですね。うん、これすごいいい考えだと思います。で、とあるお医者さんのお話っていうことなんですけれども、まあ、医者になりたての頃の裁判と採血当番の人ですね、が未熟な研修医なんかにもこうね、針を刺される患者ほどじゃないんですけど、まだ採血もできないのっていうプレッシャーは当然その研修医にとってあるわけなんですね。で、ほとんどの患者の人っていうのは上手になってねっていうふうにこう優しく応援してくれる人多いんですが、中にはもうね、研修医にその針ブスって刺されるの怖いから、ちょっと変わってよって言われることもあるんですよ。当然その研修医の人たちからすると、自覚はあるんですよ。自覚はあるけど、そんなこと言われたらまあ精神的にきついわなっていう話なんですね。で、あくる日、採血が上手い下手よりも採血しやすい血管を探す方が大事だよっていうアドバイスを受けたと。で、そのアドバイスを受けたことで、初心者っていうのはなんかこう難しいことができた一人前と、だから素早く血管を見つけてブスッと刺して血を抜いてっていうのができればいいっていうことだったんですけど、そんなことよりも、まあ、結構技術に目線を向けがちなんですが、そんなことよりも時間をかけてでもいいから、やりやすいところ、やりやすいやり方っていうのを見つける方が負担も少ないし成功率が高くなるっていうことに気づきを与えてもらったというお話なんですね。うん。で、苦手をそもそも持ってることがダメなのっていうと、まあ、苦手があるのは良くないと、努力で何とかしなさいなんてことをこう結構言われたりしますよね。うん、これって小学生、中学生くらいの頃から皆さんも言われた経験って多分あると思うんですよ。はい。で、僕も言われました。当然言われたことあります。例えば僕バスケットボールやってて、身長って170、今173センチなんですけどね。中学生くらいの頃からずっとこの身長なんですけど、女子かっていうくらい身長の伸びが止まっちゃったんですが、まあそれはいいとして、で、173センチしかないってことは、190とか2メートルとかゴロゴロする世界の中ではもう相当なチビなんですよ。で、僕はずっとこうバスケットでやったらスリーポイントシューターで生きてきたんですけど、リバウンドを取らなかったらお前リバウンドやれてて、リバウンドの練習させられるんですよね。なんでやねんって言ってね、173センチが20センチ、30センチも高いような連中と空中で争ってどこに勝てる要素があるんだっていうね、もう苦手というところがもうお門次回っていう話なんですが、まあそんなこともあったりします。それはいいとして、生活上に問題があったとしても、別にね、もう最低限のレベルで克服ができるのであれば、もうそれ以上求めても、それ以上求めるための時間って必要ないと思うんですよ。無駄なんですよね。うん。僕が173センチしかないのに、リバウンドの練習をするのと同じくらいなんですよ。で、今日言える助言としては、切り替えのタイミングを逃すなっていうことなんですね。苦手を克服するっていうのは、まあ、確かになんかこう、美談って思われがちなんですけど、そんなもん美談でもクソでもないんですよ。で、自分が得意とするものの腕を
磨く時間をただただ逃して人生無駄に浪費してってるっていうだけなんですね。でそこでいいお話があって、林修先生ってね、初耳学とか、それから今でしょ講座とかで番組やってる先生ですね。東進の僕も勉強し教わったことあるし、直接お会いしたこともある方なんですが、まあ、いつやるか今でしょっていう書籍の中でも、これ何年、2012年か13年の本ですかね、だからもう7、8年前くらいの本なんですけど、50年近く生きてきて得意な分野は多くないと、林先生がね。で逆にこれは勝てるっていう場所を一つ見つけましょうと。で成功している人っていうのは一つの分野を突き詰めた人なんですね。だから勉強もダメ、運動もダメ、でも誰よりもうまい寿司を握れるっていうことで、銀座でお寿司屋さんを構えるとか、一等地でお寿司屋さんを構える、誰もが認める美味しい大将っていう風になってくれるということなんですね。で林先生自身は数学が一番得意だったそうなんですね。で人生というか勉強する上でおいて一番大切な科目は一体何っていうお話をされた時に、もう間違いなくストレートにも数学だっていうふうに言ってるんですよ。ところが得意だし大事だって分かってても、ここでは勝てないっていうふうに踏んだんですよ、講師をやるときに、予備校の講師をやるときにね。だから自分が得意だと勝てるというポジションを見つけようとしたときに、現代文講師っていうのがここだったらどんな人が講師になっても俺は勝てるというふうに踏んで、そこを伸ばしていたっていう話なんですね。ということなので、今日言えることは何かっていうと、得意を極めましょうっていうことです。だからうまくいっているように見える人に関しては、その分野以外は意外とポンコツだっていうこともあるんですよ。語弊がないように言うと、イチローももしかしたら、野球以外はスポーツダメかもしれないですね。あれだけ運動神経が良くても、サッカーやらせてみたら、何だったっけ、リフティングができないとかね、バスケットだったらハンドリングができないとかね、っていうかもしれないですよね。ところが苦手を克服して人並みのレベルになったら、まあ、万能な気はするかもしれないですね、人並みにできるのであれば。ところがその分、自分が人よりも秀でている分野をさらに伸ばして人との差をつけて、あなたの強みはこれです、自分の得意分野はこれですっていうことを言い切れるっていうチャンスを逃している可能性が非常に高いんですよ。だから苦手なことっていうのは、それが得意な人に任せてしまって、自分は自分の得意分野を突き詰めるっていうことを、今日はそんな心構えを、まあ、作る、そんなきっかけにしてもらえたらいいかなということで、動画締めくくっていきたいと思います。だから僕冒頭に絵苦手、チェックするのが苦手っていう話をしたんですけど、だったら絵を描かなくちゃいけない場面になった時に、イラストレーターの方みたいにそういうのが好きで得意だっていう方に、まあ、いくらかお金をお渡ししてお願いしますっていう形でもう依頼をしてしまってもいいと思いますし、チェックするのが得意で逆にその行動をするとか営業で成績取ってくるとかっていうのが苦手だったら、それは僕が得意なんでそれやっていきますよと。じゃあこっちとこっちで役割分担しましょうねっていうことをしてしまえばいいということですので、皆さんもそんな心構えでいてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。ということで本日の動画以上です。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。